はい、美術で日本を元気にする秋華堂の田中でございます。さて、来月ですね、12月の6日から15日まで、原孝之さんの個展をやります。銀座ではクリスマスアートフェスタというイベントが、2週間っていうか、10日ぐらいかな、開かれて、ちょうどそれに合わせてやる形ですね。12月の6日から15日まで。これロータリークラブの人に見せたら写真なのかと思ったって言われたら写真じゃございません。これ油絵です。で、どうしても一般の方の反応って写真みたいだねというような、反応多いんですよね、やっぱりこういうタッチのものって。ただその写真みたいな絵っていうのは非常に表層的なことで、結局絵が何をできるのかっていうことの、一つの写真みたいに見える絵画っていうのが、もし写実画だとすると、それでも絵じゃないとできないことをやらないと絵って意味ないんですよね。で、じゃあ何ができるのかっていうことを、それ各自の作家問われてると思います。それが、言ったら、例えば人物でも風景でも、写真でできることというか、例えば部屋書き的なものだったりとかするんであれば、あんまり意味がなかったりするので、で、そこのそ何を伝えていきの、いきたいのか。で、やっぱり原さんの場合だったら、やっぱり僕は思うのは、日常の美しさ、日常のほんのした、ちょっとしたことの美しさ、感動、やっぱりですね、よく死を宣告された人が、風景が何もかもきれいに見える、葉っぱが落ちるのも感動する、風がそよぐのも感動するっていうようなことがあると思うですけども、聞きますよね、そういうことって。で、やっぱり画家っていうのは、そういう日常の風景の中にどれだけ、かけがえのないものを見つけていくのか、死の直前じゃなくても死の直前であるかのように美しいものを見つけていくのが仕事だと、僕は思うんですね。だから、その発見を率直に伝えていく、もう本当にシンプルな考え方が、僕はその原さんの作風なんじゃないかなと思います。もちろん作家はそれぞれの画風とか考え方を持ってやっていくものなので、今僕が言ったことは絵の一要素に過ぎませんけども、でもすごくシンプルで大事な要素でもあるかなと思います。そういうそのシンプルだけど大事なことをやってくれてる原さんの世界っていうのを、ぜひですね、皆さんもチェックしていただければと思います。はい、12月の6日から15日までです。ぜひよろしくお願いいたします。一応ですね、お問い合わせ言っておこうか。0120-126-510、いつも骨董じゃなくて油絵ですけど、126-510で秋華堂までご連絡いただければ、展覧会について何かお知りになりたいことあれば、ぜひご連絡ください。秋華堂は、銀座6丁目、電通通り、外堀通りっていう名前の通りに面したビルの7階にあります。はい、よろしくお願いします。